センチ以上降ったな。うわ、結構湿っぽそうな雪。除雪車来ました。いや、今日の雪重いわ。北海道の方からコメントいただいて、北海道の方では除雪車はチェーンを巻かないということなんですけども、なんかこうイメージできない感じがしますね。こっちはもう毎朝すごいガチャ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 って音なんで、そう言われたらうちの娘が北海道に行った時、北海道の除雪車はありえないスピードで飛ばしてるっていう、話を聞いたことがあるんですが、やっぱりそういうチェーンの関係でしょうか。うちの前ちょっと広いんですけども、この除雪車が何回も行ったり来たりして結構すごい綺麗にしてくれるんですよね。本当にありがたいです。で、まあ好意に甘えて私いつも除雪車が来る前に道路の方に雪出して一緒に運んでもらってます。しっかり綺麗にしてもらいました。銅座で綺麗にしてもらったんで、もうちょっとね庭の方、うちの前の駐車場の雪が残ってるんで、これをちょっとまた道路の方っていうか脇の方にちょっと避けて次に来るロータリーにまた綺麗にしてもらおうというような感じで、うちの前はねちょっと広くて時間がかかっちゃうんですけど、
まあ、結構ね、ちんたらちんたらやっててもまあいいんですけども、普段仕事に行く前になんとかこう綺麗にしたいっていうのがあるんで、まあちょっとこう毎朝早起きして、除雪車に持ってってもらいたいっていうのもあるんで、そんな感じでやってます。で、今日のこの降りだとなんかもう一日雪みたいで、下手するとまた1メートルぐらい積もっちゃう可能性もないばかりでもないような降り方なんで、やっぱり朝と昼、下手すると夕方もしなきゃならないかもしれないです。はい、こんな感じでまた、道路の方に雪を出させてもらってます。うちの前だけちょっと道路が広いんで、まあここに道路に出しといても通行にはさほど邪魔にならないし、除雪車、ドーザーが行ったばっかりなんで、すぐは、乗用車とかあんまり来ないんで、まあこんな感じで道も塞いでないんで、ご覧の通り、まあ2台ぐらいは十分通れるぐらいのスペースは確保してあります。で、そうこうしてるうちにもうちょっとすると、向こうの方からロータリーが来るのが見えます。これ毎朝新聞配達の人の車です。だいたいここでまあちょっと世間話して、新聞もらってっていう感じですね。で、待望のロータリーが来ました。で、このロータリーが行ってしまえばもう本当に綺麗な感じになります。はい、こんな感じで今朝の動画おしまいです。毎日同じような雪の動画ばっかりでなんか申し訳ないですけども、もしよろしかったらチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。